さて始まりました、ゆきゆき普天間進化チューン島唄です。民謡ファンの皆様お待たせいたしました。今日も一緒に沖縄民謡を聞きながら楽しくゆきゆきとゆんたくしましょうね。普天間の民謡好き進化が FM 宜野湾のリスナーの皆様と一緒にお届けする1時間です。パーソナリティはキッチン花笠 ECONYSP 大城ゆきのりと FM 宜野湾田辺ゆきです。この番組ではリクエストメッセージをたくさんお待ちしています。皆様からのリクエストを流しつつ専用ダイヤルで私たちとお話ししましょうね。電話番号は 090-3015-0797 090-3015-0797 です。愚数用FM 宜野湾チューン島唄会イミシェイビリFM 宜野湾のメールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。 FM ラジオ放送とインターネットで同時配信しています。FM 宜野湾のホームページから映像と音声もお楽しみください。ツイキャストユーストリームも配信しております。ツイキャストへのつぶやきも大歓迎です。はい、サイマル放送もやっておりますのでぜひ FM 宜野湾のホームページを見てみてください。どうぞ、はい、うん、あれ声がなんか違いますよね。えいやらんど雪のり雪雪やんど、うん、いいそしてなんかたどたどしいうん、CEO and YSP やことや、うん、うん、おしろ、うん、ゆきゆきやり、うん、違いますよね。バレるバレる、ゆきのりさんじゃないですよね。違うか、バレるか、うんうん、来たよ、また来たよ、来ましたよ、来ました、この声は、はい、うるましたばろっぱん石窯町ちにんごあのさんだことちねんまさみつやいびんぐすうよみしっちょてきみしょりふうふうふうパフ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 聞いたよ、うん、じわじわレギュラーみたいにねなんかよく呼ばれますね。結構ね、もう出現率が YSP ゆきゆきが近くにいると大変なるなこれYSP、うんうん、やっけーしーじゃですよやっけーしーじゃパワーも見せるゆきゆきですよ。もうどこ行ったんですかね、ゆきのりさんはね。ゆきゆきはどこ行ったのかな、うん、なんか忙しそうなんでね。あ、台風対策かもしれないですね。いや、それたんじゃないですか、台風。それてますね。うん。うん、どうしたもんか。うん。そうですね。うん、どこに行ったのか。うん、まあ、なんか忙しいみたいなんで、今日はね、この二人でやっていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。うん。どうですか最近、うん、ね、暑かったんですけど、今日はちょっとだから台風の影響で涼しいですけどね。風もバーバーしてね、はい、強くなって、はい、中越しの方とっても土砂降りでしたよ、こっち来るとき。あ、今今日今日さっきさっき12時前ぐらい。へえ、うん、はい、土砂降り。今は宜野湾はね、このスタジオからは雨は見えないですね。ね、道も乾いてるし、うん、うん、でもなんか今日荒れる天気と聞いておりますけども、一応油断できない感じね、はいはいはい、気をつけて過ごしてほしいと思います。ほっよっそれではね、うん、チューン島唄前半はリクエストお待ちしてますよ、はい、今日はだから珍しく、うん、みちゅみちゅとお話できますからね、はいはい、おほおほ、うん、ぜひかけてくださいね。よろしく。そして、はい、後半はお遊びコーナーです、うん、今週は第1週目なので、はい、あれ2週目か、んヌンクイ採点をしたいと思います、うん、世間の物事をピックアップしてゆきゆきが独断と偏見で勝手に点数をつけるコーナーです、はい、今日はみちゅゆきで採点します、はい、よ、はい、お楽しみに、うん、それからね、まあ
そうですね、あと裏コーナーがありまして、リクエストが少ない場合は8886386のコーナーがあります。はい、何ですかこれ、また今聞いたんですけど。いや前あのゲストで来られた時に急に降ったやつです。自分が思っていることを8886の文字数で表していただきまして、はい、うんうんうん、送っていただきましたら、はい、雪道が、はい、歌にしますので、はい、ぜひ送ってください、うん、お待ちしております。お待ちしております。俳句ぐらいだったらね、はい、575ぐらいだったら簡単だと思うんですけど、うん、まあ、それよりちょっと多いぐらいだなと思ってもらったら、そうですね、はい、ハードル低くなるかなと思うんで、はいはい、どうですかね、うん、いいと思いますね、はい、なんかね一人しかいつも送ってくれないんです。難しいんですかね。難しいのかなこれは、うん、ね、どうですか、内縄口にはめをしてしてたりし、あ、全然標準語でも、ね、標準語でもいいんです、いいので、ね、英語でもいいです、うん、英語、英語もちょっとやりにくいですけど、でシーザーペンしか使えないけど、あのカタカナで送ってもらったら、あ、お願いします、読んでくださいよ。英語読めないですよ。そうそう、うん、全然大丈夫ですので、はい、もう何語でもね、はい、もう文字数数えて8886だったらいいんで、うん、そしたらねこっちではい、読んであげるという、そう、お、素晴らしい、歌ってあげましょう、わっさびを、うん、バトン、うん、そして、はい、あとはですね、はい、新しく考えたコーナーがあるのでそろそろそれに入っていこうかなと思うんですけどね、はい、これドア頭からですか。そうなんです。わっさびを、またこれこの番組割とね頭が面白い、これ後に行くにつれなんかよく疲れていく感じですかね。これまた無茶ぶりすごい、いつも生演奏をね最初にしているんですけども、うん、はい、そのウォーミングアップということで、はい、考えたんですよ、うん、ね、なんだっけ、兵士合戦、お、もう一回言おう、ザ兵士合戦、うー兵士合戦というのをやりたいと思います、うんうん、はい、兵士合戦、これはどんなものかといった、兵士はまず林のことです、はい、お林ね、はい、そうですね、イヤササとかハイヤとか ね、はい、ね、こんな感じ、はい、それをなんか早弾きの三線に乗せて、うん、ある、まあ1分ぐらいとか言い続ける合戦です、うん、はい、そうです。質問ないですか。質問どうですか、これ何掛け合うんだよね、掛け合い、掛け合い、勝負、はい、勝負、一応合戦なんで、うん、でもこれジャッジする人がどっちが良かったって言ってくれる人がいないので、これどこから探すんですか、これ探すって何ですか、誰が採点するんですか、自分たちで、だからこれどうしましょう、別に採点しない方向もあるし、ああツイキャスとかで、あ、どっちが良かったよって言ってもらってもいい、その方がいいかもしれないですね。リスナーさんに、そうですね、じゃあちょっとやっぱり参加型にした方が、あ、ぜひその方がいいかも、面白いはず、じゃあ今日はみちゅとゆきがやりますので、うん、の勝負、どっちがちびらさかったか、これちびらさいでいくんですか、あ、兵士のちびらさいってどんなのですかね、あ、そうか、まあ、ちょっとやってみましょう、そうですね、採点基準ね、勝負というものをしてみて、はい、はい、それからまたね反省しながら、じゃあちょっと私から言っていいですか、さっきのなんかめっちゃうまそうだから、いやいや、僕はもう本当にこの辺の一般ピーポーなので、いや、はい、兵士なんてとんでもないですよ、はい、じゃあ適当に早引きお願いします、はい、じゃあ一般の等身大でね、はい、もうよろしいですか、はい、よろしいです、と安心よ、いや、はいや、さっさっさっさ、はいや、ビーチタッチビーチ、はいやはいやはいや、いやささ、はいや、さっさっさっさ、みちゅほっそ、よっそいよっそ、ほいよ、あひりひりひり、ほっほっ、なティチェタチェミバイ、ほっそ、なティチェ、おいり、おひり、あひりひり、チュー、なティチェ、なティチェ、はいよ、はいよ、いよ、そうそう、あひり、あひり、あひり、ひり、ひり、なティチェ、みばい、こっち、はっさ、はっさ、はっさ、さっさ、さっさ、はっさ、ゆきー、え、帰ってきたんですか、やめようよ、もう。もういい。もういい。さあ、どっちが良かったでしょうか。これは、うん、俺3番持ちたかったな。
あ、3番も打ちたかった。3番も打ちたかったな。ですか。弾きながらあのね、はい、この兵士だけ演奏するって初めてなのでちょっと今脳みそがびっくりしてましたね。はいはいはい、はい、私もでも楽しい楽しい面白い、うん、これなんかできるいいでしょこれ、この企画、はい、ね、これまたリスナーさんのこのまたね採点を聞きながらまたこの反省するところ多々あると思うのでまあ今日はね1回目だからこう頭、うん、私の頭の中にあることを今出してみたので、うんうん、どんな感じですか、はあ、少し階段登った感じですか、はあはあはあ、うん、もう全然あの兵士的にはダメだったんですけど、はい、いや、はい、よかったと思いますよよかったと思います、はい、あのでもちょっと三振飛車をびっくりさせるちょっと微妙なずらしずらしのこの兵士かけるのもまた難しい。そんな、うん、うん、素晴らしい兵士、このね、この兵士がいくらずれていても乱れないような三振もなかなか素晴らしかった。いやいやいや、もうお互いに褒め合ってね、またどうですか、誰か採点してくださいよ、うん、ぜひよろしくお願いします。八本美さんこんにちは、うん、どっちが良かったですか、うん、今ユキとミチュがやってたんですよ、うん、お、何ですか今会話中ですか、返事待っててもね来ないのでそっか、誰か返、うん、あのどうしよう、じゃあ先行後攻、じゃあどっち、前の人後の人どっちが良かったか、前後ろだけでもいいので書いてほしいです。はい、はいはい、ぜひお願いします。新コーナーですからね、はいはいはい、ぜひ少しずつ、はいはい、これで兵士を上手くなろうというウォーミングアップもしながら、素晴らしい、うん、これは面白い。兵士全然途切れない人かっこいいと思うんですよ私。そうですね、いろんなネタが出てくる、そうそうそう、ね、ワンパターンでもなく、そう、先輩方に多いですね、うん、この、あの、まあ、この放送禁止用語も混ぜながらの兵士行ってくる人はもう感動的な、はいはいはい、おー、ここまで言うかみたいなこれもうね放送では言えないのでね、ぜひ誰かのライブに行ってほしいですけどね。あ、大体あの方かなという大御所の顔が浮かんでおりますけども、はいはいはい、ゆきゆきゆきのね、あの師匠であの方かな。それでは、うん、生演奏のコーナーに行きましょうか。ではでは、ちょっと待ってくださいよ、はい、うん、はい、よし、歌に主はない、それを歌う人が主です。私が歌うのを聞いてくださいという意味の、ユキが大好きな八重山の言葉です。歌三線に精進中のユキユキが毎週素敵な沖縄の歌を歌います。知っている歌なら皆さん一緒に歌いましょう。さよんたしょーらいはひ、はい、お願いします。なんで笑ってるんですか。いやいやいや、あ、もういいですか、はい、このタイミングがようわからなくて、ね、そうですね、はい、こっからの入り方がいつもよくわかんないです。はい、じゃあ、じゃあ今日、はい、今日は、海やから武士ですね、はい、まあ、エイサーもね、今だんだん皆さんね、各青年会、本番に向けて汗を流しているところだと思いますので、まあ、エイサーによく使われる曲の一つでございます。男子海やからよ、はい、たがしなじきたがどんどんのがまや、あしびみやらびのしのびどころ、みやからどんどんすりすり、はそうそう、ほっ、どんどんがまかゆてしのでちゃさわんね、じみそりやからかたてあしば、みやからどんどんすりすり、みやからにふりてかむるものかまん、みちばたにとまってうやのあわり、みやからどんどんすりすり、
なてんならりらん、のちんのかりらん、いちゃさびがさとめ、あとのことや、うみやからどんどん、すりすり。宮からに降りて夜の秋せ知らん、いちゃしうやがなしぐひじさびが、宮からどんどんすりすり。わんやうみやからんぞやくいやから、うたいうしちりてうやにかたら、みやからどんどんすりすり。ほそそほいそほほ。終わり。では一旦 CM です。熱い。なんか今かかってたけど、かけ直していいの？ん？ん？これがリクエストの電話なんですけど。ああ、メガヘルツ始まります。チューン島歌をお送りしております。はい、はい、今ね、あのちょっと喋ってる間に電話がかかっていたみたいなんですけど、うん、もしよかったらまた今だったら出られますので、うん、あ、はい、今ねリクエストの電話、うん、はい、お待ちしておりますよ、うん、マッチョイビンド、はい、電話番号、うん、090-3015-0797。 お、電話かかってきました。出てましょうね。はい、はい、もしもし、チューン島歌です。 FM 沖縄1です。あ、サマシタのたけちゃんさん、ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。あ、名前がだ。やっぱり声は、はい、声なんとかね。でも歌はちょっとね、うん、歌うほどは出ないのでちょっと今ね、うん、あのちょこっと平氏入れただけで、ね、はい、ね、また来週には治ってると思いますので、ありがとうございます。はい、なんとか、電話の声と、あ、電話の声、ラジオが、あ、ちょっと遅れるんです。そうか、じゃあちょっとゆっくり喋りましょうかね。はい、はい、はい、あ、はいはいはい、はいはい、まさみちゅうえびん、はい、ああ、ありがとうございます。この間聞いていただいて、あ、どうもありがとうございます。はい、あ、いえいえ、どうもありがとうございます。はい、はい、あ、はい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 、はいはいはい、あ、そうなんですか。近所恵子先生にですか。はい、あ、そう、あ、そうみたいですね。あの、はい、
はい、まあ、あの塩屋ありますよ。はい。あ、はいはい。あ、はい。あ、恵子先生が、あ、今はもう大丈夫ですかね。はい。あ。こんなプライバシーのことで結構プライビティーなこと。はい、おう、ああもうぜひ、はい、ああそうなんですか。あ、ちょっと心配ですね。ちょっとね、はい、かも心配ですね。はいはいはい、ああ、はい、あのありますか。あ、そ、はいはい、あのそうですよね、前聞いてました。で、なんかリンケンバンドの曲預かってたのをかけようかなと思ってたんですけど、じゃあ今日は金城恵子さんがいいですか。お、あ、どっちですか。 CD。 ああ、あ、本人にプレゼントで、はいはい、録音してるそうです。あ、このラジオですか。はい、ああ、わかりました。はいはいはい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。緊張しますね。はい、はい、じゃあ、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。引き続きお楽しみください。はい、二平デビル、結局どれをかけたらいいですか。あの、はい、金城恵子さんですか。はい、そうです。あ、ちょっとじゃあ、探すので、はい、あのね、うんうん、知念さんの前に出たのをよく覚えてくださっててね、すごいですね。はい、結構聞いてくださる方がいたというのはまたびっくりでございまして。知念さんはね、はい、芝居も出られてますよね。はい、芝居も少々、舞踊も少々、いろんなうちなの舞台をね、はい、呼ばれたら、あの、はい、出演しておりますけども、はい、うん、なんか先生方の名前聞いたら改まってしまうね、なんかね。そうですね。そうですね。はい。うん。はいはい。では、はい、今曲も準備中でございますので。でも嬉しいですね。この間、こうなんか時々来た時の、ことを覚えていただいたっていうのもまた、はい、嬉しいですね。そうですね。はい。はい。だありましたか。はい、それでは、うん、金城恵子さん、わがわかよん聞いてください。
はい、金城恵子さんのわーがわかゆん聞いていただきました。いいですね、うん、あのすごい私昔から大好きなんですよ、はい、この方の歌が、うん、もうすごくないですか。もうすごいっすよ。もう実力派ですよね、はい、最初テープで聞いた時にえーってびっくりして師匠に聞かされてこれを聞きなさいって言って、うんうん、でそれ聞いて練習してたんですよ、はい、もうすごい女性の、はい、またこの歌も勉強しておこうと思います。ぜひ 生で聞かせてください、はい、ありがとうございました。で、今また電話があったんですけど、はい、すみこさんですかね、ラジオネーム、はい、あのぜひあの直通電話がありますので、うん、この時間はね、はい、木曜日の1時からこの時間ね2時の間、うん、チューン島歌に限ってはスタジオに直通電話リクエストのね、はい、電話が受け付けておりますので、はい、事務所じゃなくてぜひリクエストの場合はこちらにかけていただけるとまたね、はい、お話もできてね、どんな人が聞いてくださってるのかね、はいはい、分かった方が ね、はい、こっちも面白いしね、面白いですし、はい、またフレンドリーになれるからね、はいはい、うん、そうなのでね、うん、ぜひ多分初めて気づいていただいたと思うんでね、うんうん、はい、今度からまたこっちにもかけてほしいんですけど、そのすみこさんからすんがぶしリクエストありましたので、はい、次おかけしたいと思います、はい、では山里ゆきさんのすんがぶしお聞きください。
すんが節山里ゆきさんお送りしました。すみこさんからのリクエストでした、うん、はい。なんかね FM ギノワンでチューンしまうた木曜日1時台やってますのでしまうた、ん、はい、ねいっぱいかけてるので、はい、ぜひ気づいたので今日からはね今週からはぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、うん、ね、はい、じゃあ次はですね後半のコーナーに行きましょうかね、うん、次はあその前にツイキャス読みましょうね。はい、はい、ハチホミさんこんにちは。マチオさんこんにちは。心地よい音色ってきてます。さっき生演奏してる時にありがとうございます。はい、はい、デブル。それから大塚健二さん、あ喉治ったんですね、よかった、ありがとうございます。エアコン調子バッチリですか？落ち着いて放送、カバンの散乱なしでよかった。あのいや散乱してるんですけど映ってないだけですね。はい、はい、らしいですね、うん、ちょあのエアコンはね大丈夫ですよ。 FM 技能1は、うん、会長です、まあ、はい、はいはい。であと喉はね、うん、先週は本当にもう全然喋らずに歌も歌わずに、うん、風邪ひいたんですか？なんか喉だけ。あら、はい、こんな時ないですか？喉だけ歌いすぎたとか、うん、あちょっと喋りすぎました。あ喋りすぎた。あだいたい自分の場合はあれですね、あのネオン街で朝まで飲んだ、はいはい、次の日はもう声が喋ってない。でも、はい、だいたい仕事で歌ったりするじゃないですか。喋ったり芝居したりは、まあ大丈夫ですね。その後が長くなると次の日が声が枯れる感じで、うん、あでも本番までには治ってる、うん、あ大丈夫です。今のところ大丈夫です。一回もないですか？いやまあ若い頃はねありましたけども、うん、はい、本番の1週間前ぐらいに魚の骨をですね、うん、喉にかからしてですねあの手術して取ったという過去がありましてですね、うん、はい、もうびっくりしたんですけど。どうなるんですか？あの全身麻酔して、あの眠らされて、はい、もう気づいたら終わってるみたいな。で骨が2センチぐらいのやつだったんですけど。太いやつですか？いや細い、恥ずかしながら細い骨で、うん、魚がビタロウだったんですけど。ちっちゃいんですかそれって？いや普通ぐらいの大きさ。バター焼き食べて、はい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 、これが喉にかかって、うん、そのまま病院行けばいいのに、はい、自分で取ろうとしてお家で粘ったもんだから、うん、奥に入っちゃって、飽きさめようになってそのまま救急行って、はい、もう大変でしたもん、うん、これはと手術しないとどうなるんですか？手術しないと大変なことになる。大変って何かな？大変な。最悪も切らないと取れないって言われて、もうお願いだから切らないでちょうだいって、うん、あもう商売道具ですよね。はい、もうびっくりして、しかも本番も近かったので、うん、はい、ちょっとびっくりしたんですけど。そんなことあるんだ、はい、あ大塚健二さん、ね、うん、ネオン街あるあるですねってミフェデビル、はい、うん、乗ってくれました。はい、うん、ね、あとあそうだリクエスト、銀のトロンボーンさんからね、はい、今日もおかしな赤子笑い、銀のラジオネーム銀のトロンボーンです。こんにちは、お二人さん、リクエストお願いします。ラジオを聴いている民謡ファンへ、照屋凛介さんの年中行事くずちか家庭文をよろしくお願いしますって来てますけど、はい、これ全く先週のコピペじゃないんですか？あそうなんですか。見たことあるぞこれ。そのまま送信してしまったんじゃないですか。そっか、なんか間違ったかな。うん、で先週かけたはずなのでね、うんうん、あのまた新しくぜひメール作って送ってください。はい、よろしくお願いします。はい、では一旦 CM です。はい、
島歌。純島歌をお送りしております。よさあ、それではお遊びコーナー行きたいと思います。うね、ではこちらのコーナーです。はい、あ、ヌンクイ採点のコーナーです。今言うところだったんですか。え、今言うところ。 あ、大丈夫ですか。これ言ってくださいよ、前もって。いや、大丈夫です。多分ですか。あの、うん、揃えて言うとこあと1回だけです。はい、はい、これは、うん、世の中の物事を、うん、なんか勝手にピックアップして、うん、ゆきゆきが採点するコーナーです。はい、今日採点してもらうと思うのはですね、うん、見つけてきましたよ。お、まず1個目ですね。はい、うね、なんて言ってみようかな。ですね、自撮り、追跡して決定的瞬間を逃さない自撮りドローン。うん、ドローン分かります？あの飛ぶのでしょ。はいはいはい、はい、見たことあります？リモコンの。はい、いや、本物は見たことないです。テレビではよく見るんですけど。ね、話題になりましたよね。はいはいはい、この前海ビーチで寝てたら、はい、ドローンがふんって飛んできて、ちょっとなんかちょっとムカッとしました。なんか上から見られてるみたいな。ーはーはー、撮られてたんですか。わからん。あ は, はい、これまたこれまた何ですか。すごい何かつけてたんじゃないですか、これ。なんかね、うん、気になる感じで、ちょっと虫よりもなんか立ち悪いなと思ったんですけどそれのなんか自撮りドローンアップ&ゴーっていうのが、はい、うん、あるらしいんです。おう、うん、どういうことかな。なんですか、これサイトみたいな感じ。なんですか。いや、本当にドローンで撮って、動画を撮影して、うん、で、この動画を、この動画をみんなに見てもらうみたいな。そう、アップロードするんだと思うんですけど、あのスポーツ中継の空撮シーンのような映像が撮れて、はい、めっちゃ楽しいと。おう。お、楽しそうですね。はい、うん、で簡単にいろんな動画が撮れて、しかも安い、うん、あ、安いんだ。おという、うん、アメリカで登場したと。そういうのが、おう、アップ&ゴーエアリアルカメラ、レジャー向けドローンだって。おなこと。じゃあまあまあ点数ね。どう思いますか。なんか飼いならされた小鳥のように飛び立つだって言ってこいみたいな。これ何を点数つけるんですか。あ、この商品について。商品について、はい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 、あ、ドローンについて。いやいや、この自撮りドローンです。自撮りドローンアップ&ゴーおという商品があって、はいはい、これは何点かと。あ、ドローンはいいと思いますよ。うん、じゃあ何点何点ですか。だって何点、うん、何点。80点。お、80点。うね。そうですか。80点。で、なんでマイナス20点か。ドローン触ったことないから、うん、あーから、うん、ちょっとどんなもんか。どんなもんか。でもテレビとかでよく見てるので、あれ面白そうですよね。面白い。だからやる人は面白いと思うんですけど、うんうん、これ飛んできてその下にいる人が不快じゃないかなと思って。あー、ちょっとこれはイラッとするかもしれないですね。イラッとする。そうそうそう、ね、はい、なんかドローンかなって分かんないんですけど、多分なんかほら、うん、オスプレイみたいにこの羽が4つついてて、そうそうそう。あれでもたまに YouTube とかでこういう映像を見るとドローンが落っこちたりしますよね。なんかバッテリーがあんまり持たないとか。ヒューってヒューみたいな。あ、それ危ないですよね。危なくで、この落ちるドローンをまたこの運転手なんていうの、パイロットっていうんですかね、うん、あの操作してる人が走っていってキャッチしたみたいな、うん、なんか自分でこう風景を撮りながらドローンがバッテリー切れになって落ちるのを反映していって
キャッチみたいなのを、うん、いやまあでもそうやってキャッチできるぐらいの範囲でね、自分もこの操作してる人間も見えたらなんとなく安心だけど、うん、もうすっごい遠くでその誰が操作してるかもわからないドローンだけが現れたら結構嫌じゃないですか、うん、ちょっとイラッとするね。え、ね、このね、このアップ&ゴーではね、自撮りなんですよ。だから、うん、自撮りだからこれの場合は操作してる人もドローンも自分の上にいるんですよ。だからそんなに自分撮りたいかみたいな上から見た俺みたいな感じですけど、まあ私かもしれないですね。そう、どんだけまあ風景とかならわかるかもしれないけど、自分を撮るのはちょっとね、どうなんですかね。自分を撮ってるんでしょ。そう、例えばこう操作してるのを上から撮って、うん、わし俺撮ってるぜみたいな決まってる、今日決まってるぜ、横風まっすぐホバリングオッケーみたいななんかよくわけわからない話になってます。すいませんね、もう皆さんもごめんなさい。もういやもうこの商品自体がわけわからないんで、うん、私からしたら、うん、そこまでして自撮りしたいかってはい、だから本当に自撮りで言ってるだけでなんか別のことに使うんじゃないのってちょっと思うんですけど、うんうん、でもこの自撮りをしようと思うのもすごいですね。はい、すごいですね。ドローンもわざわざ高いお金で使って、うん、自分を撮ってるんですよねすごい、うん、すごいですね、まあ、もしかしたら自分がやったら意外にはまるかもしれないですこれはもうわからない、やったことないから。うん、これスポーツとかのなんか写真が出てるから、うん、なんか上からフォームを見てこう、ね、走ってるフォームはどうかとか、あ、まあ、これは分かるかもしれない、ね、アスリートにはいいかもしれないけど、この、 あの、ね、動きを確認するためにもね。どうですか、ビーチ、例えば、ね、ビーチで、ね、さっき言ったみたいに、うん、歩いてる風景を撮っていると、うんうん、そこにたまたま上に、うん、ドローンがいたと、うんイラッとしますね、うん、でもこんな人増えたら、じゃあ犬の散歩みたいにドローンが上に飛ばしてる人がちょいちょいいるかもしれないですねバッテリーもいっぱい持ってね、なんかまあ10分ぐらいしか持たない数だからあ、もうはい、バッテリーまたカチャカチャしてくれて、なんかそんなになんか航続距離はないらしいですけどね、わからないですけど、うん、そういうのをテレビでやってたんですけど、うん、航続距離がないからなんか撮りたい場所近くまで行かないとできないとか、そういう番組をたまたま最近見たんですよ。あ、じゃああんまり長距離とかできない方がいいわ、うん、私じゃ あの私は20点20点20点。あいえの20点。ありがとうございます。はい、最近一重やと私ね、芝居 C の人がうまいと思うんですよね、はい、なんか歌の問題じゃない気がするんですよ、詐欺一重や。ああ、し演技入った方が絶対詐欺一重やってグッときません。あのなんか悲しいシーンでこれが来ると、うん、はい、なんか感情出てきますよね、うん、泣きたくなりますよね、うんうん、はい、そんな歌を使ってすみませんすいません皆さんもごめんなさい、はい、うん、あ、なんか大塚健二さんが、うん、操縦者が見えるドローンは平和かもですね、うんうん、使い方によって楽しかったり不快になったりですよね、うんうん、で、あ、それやりたかったんですねって、三振のことかなそうなんです、実はそういう、ね、ちょっと僕が失敗して最初で80点になってしまったからね、あ、しまったと思っても一等しんどいになっちゃったんですけど、まあ、現在バッテリーですがソーラー電池になり長く飛べるようになると思います。あ、そうなんだ、あ、ソーラー電池がついてるってことですか。あ、そっか、いいな、充電しながらってこと。あは、あ、じゃあ天気の日しかダメってこと。あ、うんうん、あと自撮りというかサーフィンやってて上から動画撮るのは楽しいかもって。はあ、いいですね、これはまた最高じゃないですか、ね、こうサーフィン、ね、乗ってるとか、うん、まあ、上行くとか ねそういう船とか関係でやってる姿を撮るのはまたこうかっこいいかもしれないですね。う、うんうんうん、
あ、なんか私街中で人が多いところでのことを想像してたけど、海はいいですね。あ、海だ、そうですね。まあ街中ではちょっと危険ですよね。また本当に落ちてきたらもう嫌じゃないですか。ブーンって、あ、もう誰のドローンみたいな、カーみたいに払うみたいな。パチって叩いたりね。うん。ね。はい。じゃあもう一個いけるかな。うん、ですね、次採点したいのは、はい、夏の暑さに。うん、あ、夏の暑さを蓄えて冬になんか暖房に使うセラミックを発見したと。うん、そのセラミックどうですか。はは何はなんか疑ってますか。ターバにセラミックっていうのあったかな。何ですかセラミック。いや、あの時期のことじゃないんですか。あのお茶碗とか陶磁器あるじゃないですか。ああいうもんです。はい、何ハロゲンヒーターのこと？ん？何ですか？何？いや、セラミック？セラミックの説明からですか？何ですか？セラミック？いや、それはみんな分かると思うんですけど。セミの仲間ですか？うん、皆さん分かるはずね。うん、まあまあそういうものがあると。うん、あ、そうそう。セラミック。うん。うん、帰ったら調べときます。それどうですか？うん、それどうですか？ど何点ですか？わからんから、説明しましょうか。わからんから、20点。あ、今か、今か。20点。あいえの20点。なんでこれ絶対上等ですよ、うん、20点ってことないでしょう。ちゃう、すみません、あのこれ分からないんですよ。何かこういうものがまず分からない。まあまあまあ、ものは、うん、だからじゃあコップ、うん、そうそう、あのカチャって置いたらカチャって言うようなと、あのプラスチックじゃないやつ、あ、じゃない、あ、カチカチするの、そうそうそう、はいはい、ああいうのセラミックか、うん、これ調べておきましょうね。じゃあ曲いきますか。はいはい、あ、はい、じゃあ我が師匠のあの CD の中から、じゃあシューラー節お願いします。
はい、チューン島歌。今お届けした曲は、はい、徳原成文師匠、また、日賀真希さんによるシューラー節ヤイビータン。はい、もうすぐ師匠の何か講演があるそうで、はい、そうですね、私の師匠徳原成文先生のですね、歌の道50周年記念コンサート湯品屋から歌会が、今年のですね2016年10月8日土曜日沖縄市民会館大ホールにてあります。昼、1時半会場、2時開演、夜は6時会場、6時半開演、前売り券2500円となっておりますので、ぜひ皆さん、歌の、道50周年記念コンサートへお越しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はいはい、ではちょっと時間がなくなってきたので、うん、でもバタバタとメールが来てしまいまして、ね、あの1通だけね、はい、銀のトロンボーンさんちょっとまた来週読んでいいですか。でラジオネームタバク屋さんからです。はい、では386来てますので、はい、これ読んでから歌を続けて歌うんですけど、はい、歌まで何歌いましょう。それは書かれてないんですけど、はい、じゃあなんか歌ってくださいね。ちょっと僕が読みますので、はい、うん、はい、いいですか、いいですか、はい、あ、はい、あ、はい、通って言ってください。タバの道やしが足場すみあんわ、足場さんありばついていくよ。間違えた表現。はい、まあこういうこともあるということで。表現間違えましたね、うんうんうん、どういう意味なんですか。タバク屋さんから来てますけど、これ絶対俺の出張ろうでしょ。はい、タバのミーチュー、まあ、僕ですけど、はい、遊ばすかお姉さん、あ、一緒に遊びますか、うん、もし遊んでくれないんだったらついていくよっていう感じ。もうまんまじゃないですかこれ。なんか全く、なるほど、手上げタバク屋って多分どこの人ってわかるけどね。うーん、今日ね、ターバン中の曲もかけようと思ったんですけど、はい、ちょっと時間切れになってしまう。ちょっと言い残しすぎたね、今日ね。はい、あっという間でした、ね。はい、今日はね、ピンチヒッターで、うん、ありがとうございました。はい、また来てくださいよ。また、はい、また、都合が合えば、はい、はい、遊びに行きたいと思いますので。ぜひぜひ皆さんもね、うん、今日聞いて面白いと思ったと思うので。はい。はい、それでは、チューン、しまうた。しまうた。あちゃん、しまうた。あちゃん、しまうた。また来週。はいよ。